世は、モデナ公、オーーースストリリアイコールエステ大公ハンンガ王王子及び王子。び、ベメ全名はドイツ語でフランツ・ヨーゼフ・カール・アンブロジウス・シュタニス・ラウス。モデナ公の相続人に指名されながら即位できなかったオーストリア大公フェルディナントとその日でモデナ公、エルコレ3世の娘マリア・ベアトリーチェの間に第5子としてミラノで生まれた。 ナポレオンによって滅ぼされる前のモデナ公、エルコレ3世の孫にあたる。フランチェスコ4世は、モデナで死去した。遺体は、モデナのセービンチェント教区教会に葬られている。フランチェスコ4世は1812年6月20日に、サルデーニャ王、ビットーリオイマヌエーレ1世の王女、マリア・ベアトリーチェと結婚した。マーリアは命にあたり、二人は、非常に近い血縁であったため、 ローマ教皇ピウス7世から結婚の際に特面状が出された。彼女との間には以下の次男事情を設けた。名前はすべてドイツ語名で記載。ありがとうございます。